はい、皆さんおはようございます。コニテイです。今回もエンパイアトータルウォーアメリカ独立への道やっていきたいと思います。前回はこのファルマスのメインでの防衛戦を行いました。なのでまずはこの町の修理をしましょう。そして陸軍のユニットの補鎮ですね。だいぶユニット回復したな。したけど、もうちょっと回復してもいいんじゃないかな。全部回復させよう。このあたり。あ、もうこれでいいか。で、残金2925だ。これで、ユニットを増やすのもいいし、ユニット雇うのもいいな。仮にユニット雇えればどこか攻めることはできそうなんだけど、まあ仮にボストンからオルバニー行けば、フィラデルフィアからボストン来られるし、またはケベック、この辺りかな。ケベック、モントリオールからこっち来るからね。仮に攻めるって言うんであれば、攻めた後、ボストンを守れるだけのユニットを維持できる収入を稼いでおかないとダメだよね。つまり内政だな。内政だ、内政。これはなんだ。大砲鋳造場。大砲鋳造場では大砲のほか弾薬や砲兵の関連装備を製造する。熱く危険な作業場である。初期のカノン砲の鋳造は科学というよりも芸術で、同じように製造された武器はほとんどない。これは鋳造の限界、使用する鉄や青銅の性質、および鋳造工程の結果である。カノン砲の鋳造には、何これ。鈴金の製造方法を応用した。あ、じゃあ金か。金の製造方法をカノン砲に応用したみたいです。知恵。いろんな知恵があるんですね。6ポンド砲の多くはほぼ正しい直径だが、真に同一のものは存在しなかったため、まっすぐ飛ばないんじゃないの？カノン砲が爆発して砲兵が命を落とすことなく、敵のいる大体の方角へ砲弾を投げつけることができればそれで十分だった。なるほど。いやー、この時代の人たちは大変ですね。まあ、マスケットもね、大して飛ばないですからね。もうホールドファストの方で、マスケットはまっすぐ飛ばないというのを学びましたよ。大砲鋳造場には兵器に用いる砲弾を製造する役割もあるが、火薬は作らない。不意に生じる火花とそれが引き起こす大惨事のリスクがあるので、鋳造工房の近辺で火薬を作ろうとするのは、錯乱した狂人ぐらいだろう。これ現代でもありますよね。なんか、よくわからない化学反応で倉庫が大爆発して、もうとんでもない爆発を、なんか SNS にアップしたりしますよね。よく見ますよ。この前なんか中国のどっかの工場爆発しましたよね。もうこれ読んでたらマジで進まないんだよね。まあ読むけどさ。大砲の製造は、危険だということだ。砂の型が少しでも湿っていれば、あ、これ鋳造だからか。蒸気爆発が起きる可能性があるからである。周りにいるものは、灼熱の金属と粉々になった方のために死ぬか手足を失うことになるだろう。1716年、ムーアフィールズにある英国の鋳造工房で金属が湿った方に注ぎ込まれたために爆発が起き、多くの人々が死傷した。怪我人の中には兵器科検査主任になったアームストロング中佐もいた。もう誰だよ、アームストロング中佐。俺知らねえよ。そんな名前出されても。この鋳造工房そのものも完全に破壊されてしまったのだ。この話は歴史オタクにはたまらないんじゃないだろうか。もう私には何が何やらわからんよ。で、ね、これはね、直接収入には関係しないのでやめましょう。これは、大喜劇場は、幸福度プラス3、仮想階級。幸福度プラス3、中流階級。ターンごとの地域の町の富プラス3。これいいんじゃないか？
歌劇場っていうのはオペラかな？オペラ？それとも、なんか、外国の映画って、映画の途中によく歌歌ったりしますよね。そういうのもこの大喜劇場のような文化、伝統を取り入れてるんですかね。ちょっと読んでみますか？なんか戦争始まんないけど読んでみますか？この印象的な喜劇場を訪れる聴衆は、新規な娯楽を楽しみ、喜劇場のパトロンの趣味の良さに感嘆する。大喜劇場、特に聴衆が座る喜劇場のエリアには、惜しみなく金がかけられている。大喜劇場は壮大な建築で、来場者を圧倒する贅沢な調度品と、整備な装飾は、ちょっとメガネかけます。あれ、メガネない。飯何？あ、すいません。ちょっとメガネ取りに行ったついでに、今日の夕飯がね、刺身と天ぷらっていうのが分かりました。最高。ちょっと待ってください。よし、やるぞ。上演作品も建物に劣らず手が込んでおり、大勢のキャストと複雑な設定で構成される。この際立った豪華さが、すでに最初の音楽が奏でられる以前に作品に優れた芸術性を与えている。これもあれですね。三つ星ホテルみたいなもんですね。味だけではなくて、ホテルそのもの、その料理店そのものの内装とか、清潔さとか、そういうのも影響してるってことですよね。18世紀には多くの支配者が芸術、特に喜劇のパトロンであった。こうした周知の途方もない豪勢さ、パトロンの民を誇示するものに加え、上演される音楽の人気と質も高まりつつあった。オペラの演出も音楽も大きく進歩し、モーツァルト、ヘンデル、スカラッティ等の天才作曲家たちの曲が使われた。中でも音楽王と呼ばれたオーストリア皇帝ヨーゼフ2世は、初めて聞きましたよ。音楽王と呼ばれたオーストリア皇帝ヨーゼフ2世。また一つ覚えてしまった。ヨーロッパで優れた音楽家たちの才能が花開いた時期に、音楽を愛した幸運な君主であった。彼はオーストリア国内でゲルマン文化を奨励すべく、喜劇を愛国心、公用の手段として用いた。いいじゃないか。俺これお金かけたいな。ん？国立天文台。ちょっと待ってくれ。ターンごとの啓蒙技術の研究ポイント3。あ、俺こっちがいいな。研究加速するってことでしょ？国家の名声を上げる。あ、いいな。ちょっと待ってくれ。ターンごとの地域の富、町の富プラス8。間違いなくこれだろう。背景概説。天文台では天文学のみならず多様な科学的研究が行われる。あらゆる物理科学の進展の場が天文台なのだ。天体の研究は数学、科学装置、製作、時計製作、そしておそらく最も重要な分野として航海術と測量法における進歩や改善をもたらす正確な製図と月齢表、月の層を示した表があれば、水平は海上での自らの位置を確認することができるし、正確に航行できれば海軍はその任務を効果的に遂行できるのだ。ちょっと待って、コーラ。また天文台は国の名声を生み出す場でもある。天文台での発見が発表されれば、研究に援助した機関や国家のイメージも良くなるからだ。なるほど。アメリカの NASA みたいなやつかな？ NASA は違うけど。歴史的に見ると、天文台は航海術の発展と正確な時計の開発において不可欠な役割を担っていた。ロンドンの王立グリニッジ天文台の経度0の守護線が通っているのもそのためだ。
1884年までは大半の国家が自国独自の参照点を採用していた。あれ、日本はのどこなんでしたっけ？広島あたりだったっけ？もう覚えてないわ。広島じゃない、神戸、違うな、兵庫、兵庫あたりだったよね確か。天文学には国家主義的側面があるため、ヨーロッパ以外の天文学者による観測結果や推論が知られていない場合も多い。またひどく権力にこびへつらう天文学者もいた。ウィリアム・ハーシェルは新惑星と思われる星を発見した後、パトロンである国王ジョージ3世に明らかにこびたゲオルギウム・シドゥス、つまりジョージ星という名をこの星につけた。他の天文学者たちはハーシェルという名でこの新惑星を呼んだが、後に天王星という名前に落ち着いた。結局王様の名前は残しちゃうんですね。天王、王様の王。まあ、最初に見つけたからしょうがないよね。権利あるんだから。長いって。天文台4ターン2500円。2500円で天文台作りましょう。いいな、2500円で俺も天文台作ってみたいな。あ、またファルマスメインで戦うのか？それだけはやめてくれ。動画のタイトルつけるのがめんどくさくなるんだよ。ファルマスメインの戦いが 2個も3個もあっちゃいけないんだよ。オルバニー、ちょっとまたファルマスメイン来るな、間違いなく。As population growth is slow here,忠義自動。これは読んだことあったような気がするな。いや、ないな。これ読むか。共和制とは人民の人民のための、そして、ある程度まで人民による政治を意味しており、人民の代、ちょっと読んだことあるよ、これ。ここ建築なんかできるみたいですね。なんだ、これ。統治者の邸宅。地域の税収に対するボーナス点プラス 3%、地域の鎮圧プラス1。あ、これ治安維持ですね。徴兵の官位がプラス1。これいいな。これいいな。これちょっと作るかな。ちょっと金は今いくらんの ?5000。まあいいや、作っとくか。で、あ、この竜騎兵は、回復させよう。その上で、ここ一部隊雇うか。市民軍歩兵。あとは、あと3400金があるな。あ、ちょっと待って、俺、技術研究してなくない？何も。おい、俺何ターン目だ、今。俺、相当時間無駄にしたんじゃないか？ 7 ターンだ。7ターンも技術を研究しないで俺このゲームやってたよ。やばいよ。これ今から何か取り戻すとしたらどうするよ。どうしよう。やっぱ武器だろ。なんか武器が必要だろ。陸軍でしょ、間違いなく。これもう陸軍だけでいいよ。カービン銃。なんだよ、カービン銃とは。歩兵用の通常武器より軽い騎兵用のマスケット。ははははは。イエース。ダメだな。建物がないと研究できないみたいだけど、その建物を建てるにお金いるので、建物を必要としないものをどん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 研究していくか。これ順応主義。ターンごとの地域の富の、町の富。これいいな。これだな、まずな。まあ、直感で選んだけど、多分合ってるだろう。あ、ここも、州、議会、工事堂作れるな。これで町の富が増えるということですね。こんなもんかな。金ないしない。ターン終了です。今回は私がひたすら、この内政マップで喋っている動画になりそうですね。はい、ここで一旦セーブしましょう。じゃあやっていこうか。使用度はリットン。はい、皆さんおはようございます。コニテです。今回も、エンパイア・トータル・ウォー・アメリカ独立への道やっていきたいと思います。またファルマスメイン
に敵軍が攻めてきました。我々は名将ナサニエル・グリーンを筆頭に部隊出陣数1129人を引き連れてこのメインを防衛します。敵軍はシオドア・リットン。これは指揮官でも何でもないですね。しかし動員部隊には指揮官がいるようですね。これ怪しいな。1360増援部隊が本体ですね。まあ、敵軍のね、配置を見ない限り何とも言えないですね。これ攻撃中止ですね。これこもりましょう。There's a port in this region that has not yet been developed. イーストポート。Select the type of port to construct here. There is a port in this region that has not yet been developed. これ某カノ姉妹に似てる顔だけ。どうでもいいかそんなの。いっぱいいるな。これ出ちゃダメだな。ここにこもっていた方がいいだろうな。そんでもって。だいたい毎ターン5000ぐらい金が入ってきますね。ジョージ・ワシントン率いる部隊をどこかへ展開させたいな。このマスケット重兵を倒しに行きたいな。この2部隊で。この2部隊で倒したら今度出てきちゃうな。ダメだな。あ、ユニット雇うか。とにかくミニットマンを大量に雇おう。もうミニットマンいればなんとかなんだろう。じゃ、ターン終了だ。わあ、また。イングランド来たな。ファルマスが包囲されてしまった。包囲されてしまったら出るしかないな。これ出ましょう。敵は2168ですね。将軍ですね。ギュンター・ブレキンソップ。敵も手だれですね。レンド私と一緒ですね。星3つ。お互い。だけどユニットの強さですよ、問題は。めちゃくちゃ強いじゃん。もう我々より全然強いんだけど。なんであいつらもうこんな強いの持ってんだよ。これやばい強さだぞ。敵団兵。大柄の強靭な兵士たちでマスケット銃で武装し、敵の戦列に投げる爆弾の入ったバッグを持っている。このアイテムを持てる数は限られています。現在所持しているのは0個で、最大で6個まで持つことができます。持ってなかった。お前持ってないのか。いやー、これ勝てないかもしれねえな。これ強襲しよう。できれば町から出たい。都市にこもって戦闘すんの？このゲーム本当に難しいんですよ。それやるぐらいだったらね、野戦に持ち込んだ方が勝機あります。十分に。駐屯部隊もいるので勝てると思うんですよね。どうしよう。あ、野戦に持ち込んだっぽいのかな。そうですね。この中東ミニットマンは、あ、これまず地方騎兵ですね。地方騎兵は後ろに持っていって、18ポンド砲も後ろに持っていきましょう。とりあえずこのミニットマンたちをね、横に一列に並べようじゃないか。もうこれでもかというぐらい並べてやるよ。これやばいな。これ古代のペルシャ軍もこんなことやってなかったか。で、あ、これここだな。
とりあえずね、相手の動きを見るために、こう、これでいいかな。どうすかな。この市民軍歩兵を、とりあえずこの辺りに持っていっておこう。で、騎兵は、右と左に配置しよう。あ、竜騎兵がいるわ、ここに。これ将軍でしょ？あ、これミニットマンだ。ミニットマン多すぎだよ。作りすぎたかな。で、将軍は敵の大砲当たんないように細くしておこう。いいだろう、これでいこう。これすぐに右翼をこう囲うようにしないとね。これもうこうだよ、速攻で走ってくれ。まず右翼をこう囲うようにすれば、こうハンド系周りで敵を包囲できそうですね。このね、この辺りでの戦闘避けたいですね。これ遮蔽物ありますからね。できれば敵の正面を向いていった方がいいよね。広く取ると敵を制圧する面積は増えるんですけど、敵のチャージに弱くなるんですよね。それは痛い。それはそれで痛いね。これなんだ？あ、ミニットマン。まだいたのか、ミニットマン。とりあえずこの辺りまで走ってくれ。地方騎兵もこの辺りに置いておこう。いやー、大規模な戦闘ですね。これなかなかないんじゃないでしょうか。多分俺がモッドの設定をいじりすぎて、敵の研究技術の研究速度が倍速になっちゃったりしてるんかもしれません。まあ、それはそれで楽しいんですけどね。まあ、難易度普通でやってますから、これをね、難易度難しいと思ってプレイしていこうと思います。まあ、間に合うかい？敵チャージ来ちゃうんじゃないの？大丈夫だな。だいぶゆっくり歩いてんな。走れよ、お前も。いや、これは大規模な戦いになりそうだ。おっと、直撃したな。13人死にましたね、大砲で。いやー、勝てますかね。この3部隊もうちょっとこう縮めてもいいかもしれないね。こうやってね、戦い始まってますね。左翼の方はこれ騎兵もうちょっと前出しとかないとダメだ。敵の左翼には騎兵はいないようですね。敵側面攻撃してます。効きました。一気に減ったな。これいける。この血戦陣戦列歩兵は今背中向いてますから、これ騎兵の突撃で一網打尽にしておきましょう。敵に騎兵いるかい？これなんだ？将軍だ。じゃあ来ないだろ。さすがに将軍は来ないだろ。もう敵もバカだよな。なぜここに入ろうとするんだよ。これはザマの戦いじゃない、艦内の戦いの時のローマ軍のような感じで蓋されて死んじゃうんじゃないの。あ、ちょっと待って、これ騎兵だな。この速さは騎兵だな。違う、将軍だった。お前何しに来たんだよ。将軍それ死ぬぞ。将軍そんなんじゃ死んじゃうよ。負けてます。敗走中。当たり前だろ。あー、これ勝ったな。
ほら、もう勝ちだよ。間違いないよ。おっと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 、見えてきた。マスケット銃、民兵。ここは下がろう。いたのか。イギリス本土のやつらよりも、まず、原住民の方が強いよ。この地を知っている者ならではの伏兵だよね。よくこんなところで隠れてたよね。じゃあちょっと形変えるしかないね。これもう勝ちだな。キルレシオ半端ないんじゃないの。問題こっちだな。これどうなってるよ。これ側面攻撃狙いましょう。あ、式崩壊してないやつが一部隊いる。これ狙われてるんだ。じゃあ後ろの方まで逃げよう。こっちだな。どうしよう。でももう勝ちだろ。どう見てもこのゲージ見てくれよ。こんな一瞬で形勢に差が開いちゃっていいの。このゲーム、敵にどんなに強いユニットがいようがクリアできる気がしてきました。あ、これ側面向いたな。これ騎兵狙ってるんだな。反応が早いな、原住民よ。反応早くても今度はマスケットで側面攻撃されては一緒か。ちょっともうちょっとでやばいな。天ぷらができちゃうな。天ぷら食わなきゃいけないな。この前ね、アルティメットジェネラルシビルウォーの動画を約1週間分録画したんですよね。でその時にラーメン伸びちゃったんですよ。ハメ撮りしてたんで。あ、書いた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 。じゃあ今突撃だ。今こそ突撃。やっと。あ、そう、アメリカ兵忘れてた。撃たれてる？まだ撃たれてないね。まだまだ大丈夫だ。もう帰るついでにここら辺、なんか適当に突っ込んどけ。よくわかんないけど、とりあえず突っ込んでおけば大丈夫だろう。まだ騎兵いたよね。竜騎兵ではあるけど、もういいよ。突っ込んでくれ。ゴーゴーゴー。チャージ。いやー、このゲーム思ったより騎兵が強いですよ。もうマスケットの戦列歩兵の時代かと思ってましたけど、全然そんなことないですね。騎兵大活躍。あれ、なんだなんだ。お前まだやる気か。それありえないだろ。あ、違う、これ馬狙ってるだけだ。じゃあ下げよう。敵が全軍敗走しない限り戦争続くので。あ、撃たれてる？撃たれてんな。もっともっと戦闘長引かせて敵軍の兵を削れるだけ削っていきましょう。戻ってきたね。あれ、なんかこれ馬3部隊あった気がするんだけど、2部隊しか操作してないな。まずこれでしょ。あ、これ竜騎兵か。これは、あ、そうだ、あ、マスケット銃兵残り14。これもいいな。これもいいな。もういいけど、あ、こっちはもう間に合わないわ。追えないわ。じゃあ、これは、近寄ってきたこの敵のイギリス軍を、あ、ちょっと待って、面白いな、これ。これな、これもうこうやって、サンドイッチでしょ。これ後ろから、
まさにハンニバル的な戦い方できるよ。レンジャー部隊、将軍が敗走しました。なんで敵一方的に攻撃してんの？なんだよくわかんないな。とりあえず前に出るしかないな、そうなると。これ背中から攻撃されてんだぜ。位置取りが下手くそすぎるんだな。さすがにこの下手くそさはないだろう、あまりにも。これ背面攻撃いけるんじゃないの。竜騎兵、竜騎兵で廃山兵狩りもやりたいですね。敵はあとこのレンジャー部隊しかいないですね。ああもう勝ちましたね、もう間違いないな。チャージしたいけど、あ続けよう。味方のマスケット当たって死ぬので、範囲内を超えたらチャージしよう。あと1部隊多分こっちの方にいたはずなんだよな。どこ行ったよ、あと1部隊の地方騎兵は。もう見えねえよ、竜騎兵。よし、チャージするならこれだな、レンジャー部隊で。こっちも突っ込んどくか、あと早送りだな。決まったろ、これはぜひともリプレイを取りたい、なんとしてでも。もういいか、英雄的勝利。さあキルレーシオを見たい、どんなもんだい。リプレイ11な。よし行こう、英雄的勝利。このゲームはおそらく誰がやっても英雄的勝利取れるんじゃないでしょうか。トータルをアッティラとかだとそう簡単には取れないんですけどね。はぁ、見てろ。損失97ってあるか。ナサニエル・グリーン将軍強すぎるだろ。出撃数1882で損失97だからね。これハンニバル・バルカ以上の名称だよ。戦闘、詳細データ。ああ、ドイツがいくつ削ったってのが見えるんだね。そうとすると、あ、やっぱ騎兵だわ。ミニットマンでこの撃破数196っていうのは、一番前線に立ってたミニットマンっていうだけだからね。大したことないよ。問題やっぱ地方騎兵だな。弱くても適当に騎兵雇っておいた方がいいな。今我々は騎兵1、2、3部隊。3部隊いるからね。3部隊ぐらい必要ですね。これ余裕すぎるんだよな。どうすっかな。適当に内政するか。ああ、収入が2000になってしまったのはここ落とされたからか。なるほど。ここを取り戻すには、こっちの海、こっちで新しく海軍作っていかないとダメかな。もう1個で1260円かかんだもん。高すぎるよな。そんじゃあ陸軍回復か。全部治療だ。あ、金がない。ターン終了。イギリスはいいですね。海軍維持する金があって、我々は陸軍で精一杯だよ。陸軍で精一杯なのにもかかわらず、イギリスか、イギリスの奴らは、港を占拠したりすんだよな。これ難しいって。スペインの機嫌が良ければ、スペイン、どうにかしてイギリス攻めに来てほしいよ。あ、なんだ？なんかあんな。なんだ？徴兵報告書。あ、なるほど。工事報告書。
天文台が完成したようです。これ直そう。修理だ、修理。ナシュウォクトリデアケイディア。どうすっか。アメリカのインディアンと協力関係でも取ろうかな。色恋連邦は、すごい。全白人と協力的だよ。同盟国はグレートブリテンと、ブレーンズ連合と、チェロキー族と。いや、彼らはイギリスの味方しちゃいますね。我々と同盟しないか。ダメだ。言うこと聞かん。ブエプロ族はイギリスのこと嫌ってますね。敵の敵は味方で我々のことと協力しようじゃないか。ダメだ。交易。ダメだ。もうダメだ。ネーデルラント共和国。同盟しよう。無理だ。交易協定も無理だ。ダメだな。ここ制圧しに行くか。これ余裕だろ。余裕だけど手動戦闘やろう。これカットするかもしれません。余裕すぎて。ただ手動戦闘しないと損害大きく出ちゃうんですよ。このゲーム。終了だ。圧勝。あ、これはいいや。今日の動画はこれぐらいにしようかな。だいぶやったでしょう。何分ぐらいやったかな。1時間しかやってない。そんなにやってなかったな。損失71。相変わらずだな。で、陸、将軍、後ろ下げよう。Anything more? うん、食える食える。うん。そうなんで、ご飯食うんで、そろそろ動画やめたいと思います。じゃあ、お疲れ様でーす。